皆様おはようございます。東大阪エリムキリスト教会11時からの礼拝を今から始めさせていただきます。本当にお久しぶりです。こうして皆様とお顔とお顔を見て礼拝できることを神様が整え、そして皆様を無事に送ってくださったことを心から感謝いたします。では初めに私たちのふるさとをこれを持って賛美いたしましょう。神様が喜んでくださるという賛美を捧げてまいりましょう。
Thank you.
しい愛あふれる御業に心から感謝いたします。聖霊様を歓迎し、心の多さにイエス様をお迎えいたします。神様、今日愛する皆様と共に会堂で礼拝を捧げることができたこと、本当にありがとうございます。そして今日は聖餐式です。イエス様が私たち一人一人の身代わりとして十字架にかかってくださったことを覚え、心から感謝します。代価を払って買い取られた私たちの体を持って、あなた様の栄光を表してまいります。全能の神様、すべてをご支配なさっておられる神様、この礼拝の中でどうぞ神様、心に癒しを、慰みを必要とする方がおられましたら、イエス様、その方に触れてください。励ましをお与えください。その方が励ましを受けたことを信じます。神様、どうか今日の礼拝を最後まで導き祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちの愛するイエス・キリスト様のお名前でお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。ではこの後は竹越牧師先生の方からメッセージを教えていただきます。よろしくお願いいたします。久しぶりのね、会堂での共に賛美できたことを本当にこう素晴らしいですね。一緒にやっぱり声を合わせてね、この賛美できること、本当に素晴らしいなと改めて賛美の素晴らしさをかみしめることができました。私は教会に来まして、いろいろとね、この驚いたことがあるんですけども、その中の一つがね、この鳥なしの祈りです。私はクリスチャンになる前は時々仏壇の前に座ってブツブツとで年にね、1回ぐらいかな、正月になると神社に行ってお祈りっていうのかな、なんか願い事してました。ほとんど自分のことなんですね。でもね、教会に行ったらですね、そのクリスチャンが集まって、なんとね、自分以外のことを祈ってるんですよ、ね。家族は、私もね、家族はそうなの、もちろんですけども、家族とかね、その枠を超えて友人とか会社の人とかね、町の人のために、世界の国々の人のために祈ってました。私その祈りを聞いて感動したんですね。すごいな、クリスチャンって。で、鳥なしの祈りって皆さん本当素晴らしいですよ。で、クリスチャンになってしばらく経つとその素晴らしさをちょっと忘れてしまうんですけど、本当にね、神様はこのね、鳥なしの祈りを非常に喜ばれてます。で、今日は鳥なしの祈りというテーマで、民数記13章1節から14章23節、かなり長い箇所になりますので、ところどころこう、省略していきますけども、先週まで出エジプト記でした。で、レビ記飛ばしていきなり民数記だから、もう一気に時間が流れたかというとそうでもないんですね。出エジプト記の続きがこの民数記で、ちょうど先週話したのはですね、シナイ山でモーセが十戒を受け取りました。それはだいたい出エジプトしてからだいたい2、3ヶ月ですよ。で、今日のところは出エジプトしてからだいたい2年目、続きと考えてもらってもいいです。これはね、モーセが鳥なしの祈りを捧げている、そのような絵でありますけども、それではですね、先週に引き続き荒野をですね、約束の地に向かって進むイスラエルの旅を見ていきますけども、最初のテーマはカナンの地の偵察、民数記です、ね、13章1節2節3節ともに朗読していきましょうか。3、はい。主はモーセに告げられた、人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させ、父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。モーセは主の命によりパランの荒野から彼らを使わした。アーメン。神様はモーセに告げました、
まあ、ここいろいろと書いてありますけれども、まあ、簡単に言うとカナンの地、まあ、神様が約束していた乳と蜜の流れる肥沃な大地ですね。そこに偵察部隊を送ることになりました。イスラエルは12部族いました、ね、ありました。その部族の代表を1人ずつを選んで合計12人の偵察隊が選ばれました。でその12人の偵察隊がこのカナンの地へと使わされていきました。まあ、偵察ですからその地を調べに行ったんですね。でどこから使わされたのか、パランのアラノです。先週はシライのアラノをね見てきましたけども、場所って言えばここ、これ10回受け取りました。だいたい 2,3 ヶ月後ですね、出エジプトして、で、大体およそ出エジプトして2年後、もう少し上、パランのアラノ、この辺りです。もうね、約束の地が目前です。もう目の前に、いよいよ神様が約束してくださった、乳と蜜の流れる祝福の大地、自然の恵み豊かな大地がもう目の前だったんですね。ここから12人の偵察隊を送っていきました。でエシコルの谷ってありますけど、まあ、現在はねどこなのか正確には分かっていません。おそらくこの辺にあったのか、ね、と、まあ、視界の少し左側ですよね。この地図で見ると、まあ、この辺にあっただろうなと思ってます。まあ、この後ねエシコルの谷見ていきますけど、さて12人の偵察隊が使わされました。で次のところ見ていきましょうか。ここね13章23節、飛んで26節27節と一緒に朗読しましょうか。3、はい。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。またザクロやイチジクの木からも切り取った。彼らはパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、二人と全会衆に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。アーメン。12名の偵察隊がカナンの地を調べました。40日間、もうね、そこでですね、エシコルの谷、先ほど見ましたね、そこに行くと、なんと、驚くべきことに、すっごい立派なね、ブドウの木があったんですよ。ね、なんと二人でね、枝を切り取ってね、二人で担いで、その一房がね、ブドウ一房が、二人で担がないと、まあね、この持ち帰れないほどの大きなブドウが取れたんですね。うん、で彼らはね本当に喜んでですね、パランのアラノで待っているモーセたちね、イスラエルの民のところへ、まあ喜んで帰っていったと思うんですよね。まあ、全員はそうじゃなかったかもしれないけど、少なくとも2名は、ね、喜んで、彼らのところにね、モーセやイスラエルの民、ね、全会衆が待っているところにね帰ってきました。きっと早くねみんな知りたいだろうとね、もうビッグニュースを持ってですね、モーセとモーセの中でヨシュアとカレブはね、彼らの元に帰ってきました。これですよね、本当にでかい、ね、12名の偵察隊はねモーセに語りました。そこにはイスラエルの全会衆も待っていました、ね、このブドウを持ってですね遠くから歩いてくるんですね。初めはねうわーってすごい大歓声が起こったと思うんですよ。うわーなんだあれはって、ね、私たちは行ってきました。本当に神様が約束された通り、乳と蜜が流れる肥沃な大地、自然の恵み豊かな場所でありました。これがその果物ですと、このエシコルの谷で採れたブドウを見せていきました。まあ、けれどもこの後まだ報告が続くんですね。そのですね、報告は民をイスラエルの民を意気消沈させてしまうような報告でしたけども、13章28節29節ここも一緒に朗読しましょうか。3、はい。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、
その上でそこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。アーメン。まあですね、本当にこの、ね、豊かなブドウの木とかね、このいろんなイチジクとかですね、美味しそうな果物だけだったらよかったんですよ。でもね、調べに行くとですね、いろんな民が住んでいました。もう先住民がいたんですね。もう力が強そう、いやもう力が強い、ね、戦力もしっかりとですね、こう持っていたんでしょうね。調べてた。で、町はどうか、もう城壁がめちゃくちゃ大きいんですね。もう分厚くて高くて、どうやって攻めるか、どうやって勝ち取るか、もう無理。これはちょっとね、いやこれは大きな問題が見つかった、ね、そこにアナクの子孫がいた。これね、巨人の子孫ですよ。まだまだね、巨人がね、生き残っていたんですね、まあ、軽く身長2メーター超えていたでしょうね。でかい、あまりにもでかい。いやこれまともに戦っても絶対勝てない。ネゲブ地方っていうのはね、あの乾燥地帯です。あの荒野辺ね、あんまり人が住めないところ。そこだったらもしかして住む場所があるんじゃないかな。ネゲブ地方を探してみたら、アマレク人が住んでた。ここダメだ、山奥行ってみよう。こう山地に行くんですね。山地に行っていました。いろんな山調べるんですね。山奥行ったら、もしかしたら私たちが住む場所が残っているかもしれない。いろいろ探したけど全滅でした。ヒッタイト人、エブス人、アモリ人、みんな先住民が住んでいました。素晴らしい土地だから、もう本当にですね、いろんな民族が住んで、素晴らしいですね、場所だからこそ争いも多くて、みんな大きな城壁作ってですね、自分たちの町を守っていたんですね。もうつける隙がない。じゃあ海岸はどうだろう、ヨルダン川の川岸はどうだろう。もうそこしか残ってないから。でもやっぱり行ったらダメだった。カナン人がもうすでに住んでいた。残念ながら私たちが住む場所はどこにも見当たりません。戦って奪い取ることも占領することも無理でしょう。まあ、このような報告が続けてされていきました。で、悪い噂というのは簡単に広がっていきます。これ瞬く間にね、イスラエル全会衆に広がっていくんですね。みんなも意気消沈して、意気消沈して、もう諦めムードが広がっていきました。するとですね、次2番目、反逆する民。イスラエルの民は反逆を始めたんですね。まあ、長いからもうね、私がちょっと読んできますけども。で、そのような少しですね、こう意気消沈したムード、こう暗いムードがですね、漂ってきましたので、カレブ、これ12名の偵察隊が来ましたけども、その中にカレブっていたんですね。そしてもう一人、ヨシュアっていました。この12名の中のカレブとヨシュアは信仰者でした。ただこう告白したんですね。大丈夫だって、皆さん静まってください。もうガヤ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 ね、もううるさかったからね。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。すごい信仰者ですね。必ずどんな困難や問題が待ち受けてても、私たちは必ずそこを、ね、勝ち取ることができる。そのように信仰の告白をしました。しかし残りの10名、彼と一緒に登っていた者たちね、12人の偵察隊の、ね、カレブとヨシアを除く残りの10人は、あの民のところには攻め登れません。あの民は私たちよりも強いです。先ほど報告した通りです。これが現実です。諦めましょうと言いました。で、これ噂がですね、本当にこうずっとまたイスラエルの民にですね、広がっていきました、ね。これ33節ね、14章1節と飛んでるんですけども、非常にですね、この自分たちの力をですね、こう過小評価している。ネフリム、そこにはね、ネフリムがいた。ネフリムもこれ巨人ですね。先ほどアナゴ人って言いましたね。ネフミルの末裔子孫、まあ、生き残りアナゴ人、巨人ですよ。本当に大きかった。
だから彼らと比べたら私たちバッタですよって。そのバッタってすごいちっちゃいですよね。さすがにその差はないと思いますよ。でもね、本当にこれぐらいね、自分たちを過小評価してしまいました。全くの無力なものだと考えてしまったんですね。すると善解神は大声を上げて叫び、民はその夜一日中泣き明かしました。もう完全に失望、落胆の底に落とされてしまいました。まあ、今反逆する民を見ていますけども、ここも私がね、まあ、話していきますけどね。でイスラエルの子、まあ、イスラエルの全回収ですね、がモーセとアロン不平を言い始めました。今までイスラエルの民はね、何か問題があるとすぐに主へ、またモーセへですね、不平をつぶやいてしまいましたね。全回収は彼らに言いました。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。本当にそうでしょうかね。あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。モーセがどんな思いで、ね、ここまで導いてきたのか、ね、モーセどんな思いで聞いてたんでしょうかね。なぜ主は今度は神様に言いますね。我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。主はそんなことはされようとはこれっぽっちも思ってません。妻や子供は霞み奪われてしまう、みんな死んでしまうだろう、エジプトに帰る方が我々にとって良くないか、みんなそうやって考え始めた。でも皆さんね、ここに来るまで主はね、エジプトの地で10の災いを下しました。でもイスラエルの民はその10の災いから守られましたよ。エジプトを脱出するときは割れた海の真ん中を通りました。皆さん、海が割れたんですよ。信じられますか。信じますよね。すごい体験してるんですよ。で彼ら救われた。その後エジプトの全軍勢が追ってきた。エジプトの全軍勢ですよ。この当時一番の戦力を持っていた国家軍隊が追ってきたけども、海の水の前で全滅した。ものすごい勝利をしてるんですよ。しかも戦わずして、その後ですね、アランに入っていってマラという場所に行きました。そこの水は苦くて飲めなかった。しかし主によって甘い水に変えられた。その後アラノですから食べるものがない。でも日ごとに糧が与えられた。日ごとに天からパンが降り、それをマナと名付けて、彼らは月から、その時は安息日ですからちょっとややこしいですね、6日間食べることができて、6日目には礼拝のために2日分のパンを備えることができた。毎日毎日体験してたんですよ。その後に飲み水がなくなった時は岩から水がほとばしり出ました。そして喉を潤すことができた。また戦いもあったんですね。アマレク人が、ね、襲ってきましたけれども、モーセとアロンとフルが山に登り手を挙げて鳥なしの祈りをすると、イスラエルの民は勝利した。アマレク人にすでに勝ってるんですよ。でしかも昼は雲の柱、夜は火の柱がちゃんと見える形で見えてたんですよ。雲の柱と火の柱が、確かに神様が私たちと共におる、その臨在と共に彼らはここまで来ていたけども、なぜか約束の地へは入っていくことはできない。本当に主が共におられると信じていたのでしょうか。まあそのような状況であって、こう続けているんですよね。もうダメだからこう言い始めたんですよ。さあ我々は頭を一人立てて、神様が立てた指導者モーセでは不十分だから、私たちが自分たちでリーダーを選んで、そのリーダーについてエジプトに帰ろうと言い出した。これが主への反逆ですね。まあこのようなところに民は落ち込んでしまいました。ここでね、モーセはどうしたでしょうか。カチンときてね、だったらもういい、
私一人で行くって ならなかったですよね。ここでモーセが素晴らしいのは取りなしに乗った。もうモーセなんかいらないって言われてるんですよ。あなたなんかもいらないって、ね、あなたについてったらどこに行くかわからないから、もう違うリーダーについていくってモーセ言われてたんですよ。ここでモーセはね、取りなしに乗っていくんですよ。今から取りなしの祈りについて4つお話ししますけども、取りなしの祈りというのはですね、他者の問題のために祈ることです。自分のために祈ることではないですよ。誰か他の人のために祈ること、これをね、取りなしの祈りと言います。でモーセは取りなしの祈りを捧げていきました。いろいろ非難されてね、リーダー失格の烙印まで押された。でもモーセは言い返さなかった。そこでモーセとアロンはイスラエルの改宗の集会全体の前でひれ伏した。民が怖かったからひれ伏したんじゃないですよ。神様の前にひれ伏したんですよ。誰を代表して、イスラエルの民を代表してです。これが取りなしの祈りです。取りなしの祈りとは、他の人の他者の罪や問題、また救いのためにその人に代わって祈ることですよ。だからその人の立場に立たなければ取りなしの祈りはできませんね。その人の位置に立つんですね。モーセはそれをしました。でイスラエルの民に代わって神様の前にひれ伏してお祈りを捧げていくんですね。この時モーセは80歳、アロンは83歳、もう熟年でね、いろんな人生経験をして霊的にも成長していましたね。イスラエルの、ね、地を偵察した12名はもっと若い世代でした。でカレブはこの時おそらく40歳、ヨシアもそれぐらいだと思いますよ。まだ若い2人はね、まあ、ちょっと血気盛んというかね、もう言われたら言い返せみたいな感じだったんですけども、するとね、その地を偵察してきた者のうちヌンの子ヨシアとカレブ、この2人信仰者ですよ。私は必ずそこに、ね、入ることができて、その地をですね、占領することができる、だから行きましょうと言った。でも民が大反対した。で彼ら衣を引き裂いたんですね。自分の衣を引き裂く、この衣を引き裂くとは罪を悔い改めるという基本的な意味がありますけども、ここでは違いますね。この自分の深い悲しみとか憤り、あと怒り、これをね表現してるんですよ。自分の服をバッて破くことでね、ものすごい激しいですよね。服を破くんですよ。もうちょっと激情しているような、もしくは深い悲しみに襲われているような、まあ、感情が先にバッて出てしまったんですね。もう口が出てしまってこう言ったんですよ。全会衆の皆さん、私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地でした。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださいます。本当にあの地は乳と蜜が流れている地でしたよと。だから主に背いてはならない。先ほど反逆とね言いましたけど、背いてはいけませんよ。もう恐れないで、もう恐れずに行きましょう。本当に恐れてはいけない、できるから。そうで、もういろいろ言ったんですね。でもそのどうだったでしょうかね。それで彼ら変わらなかったんですね。しかし全員回収はこれなんか火に油を注ぐような、帰ってね、2人を石で撃ち殺そうとまで言い出した。もっと怒り出してね、もう容赦と彼はもう撃ちで撃ち殺せと、もう余計問題が広がっていったんですね。すると主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエルの子らに現れた。主の栄光がバッと現れたんですね。神様も人格を持っておられます。モーセは今ひれ伏して取りなしの祈りをしています。だから神様はモーセと会話してるんですね、お祈りの中で。イスラエルの民はもう何度も何度もね、救いの奇跡を見業を体験しながら、何か問題にぶつかるとまたモーセに対してアロンに対して不平を言って、主に対して不平を言ったんですね。これずっと続いたんですよ。
で神様はその都度何度もお許しになりました。罪というのは永遠に許されるというものではないんですね。何でも自由にね、何回でも何回でも罪を犯していいよというものじゃないんですよ。いよいよ神様も、さすがの神様も堪忍袋の尾が切れそうになってきます。主はモーセに言いました。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。もう与えないと。しかし私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にする。モーセ、あなたは私に従っているから、あなたからもう一度信仰の民を作ってカナンの地へ入れようか。まあそんなような状況だったんですね。非常にイスラエルの民は危機的な状況に置かれていました。ここでモーセは鳥なしの祈りを続けていきました。神様はこれね、鳥なし祈るものを探しています。で、鳥なしの祈りというのはですね、自分の利益を度外視する祈りなんですね。自分の利益のためとか、自分の問題解決とか、自分のことを中心に祈る祈りではありません。他者のために、神様のために祈る、これ本当素晴らしい祈りですよ。美しい祈りですね。私教会にいた時、この祈りを聞いて感動したんですよ。で、神様もこの祈りに感動される。で、神様はこの鳥なし祈るものを探しておられますよ。まあここからですね、鳥なしの祈りに入ってきますので、モーセの祈りに入ってきますので、一緒に読んでいきましょうかね。14章13節と14節、まあ、15、16までありますけども、一緒にね、モーセの祈りを告白していきましょう。3、はい。モーセは主に言った。エジプトはあなたが道からによって自分たちのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げるでしょう。事実住民たちは聞いています。あなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりにご自身を表されること、またあなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられることを、もしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民はこのように言うに違いありません。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、荒野で殺したのだと。アーメン。これがモーセの鳥なしの祈りです。エジプト人はあなた神様の力によって自分たちのうちからね、エジプトのうちからこの民、イスラエルの民を導き出された、ね、主はね、本当にこのエジプトの奴隷からイスラエルの民を導き出されたんですね。これね、すごい噂になったんですよ。瞬く間にね、いろんな国々に広がっていきました。だって皆さん、海が割れたんですよ。すごい、ものすごい勢いでね、これニュースとして、ね、いろんな国々に渡ってきました。もちろんカナンの地にももうとっくに伝わってますよ。昼は雲の柱、夜は火の柱が一緒に動いてるんですよ。すごいですよね。その民が今こっちに向かってきてるって、もうすでに知っていました。この地の住民に告げるでしょう。もう伝わってました。この地の住民というか、カナンの住民、先住民たちはもう知ってました。イスラエルの民が会見の天幕を中心に12部族が隊列を組んで、男性だけで60万、こっちに向かってきてる。みんな恐れてたんですね。事実住民たち、カナンの住民たちはもう聞いています。聞いていました。あなた神様、あなたがこのイスラエルの私たちとうちにおられて、あなたが目の当たり、もう実際目の当たり、もう本当に間近で見れるほど実際にですね、あなたが表されたこと、神様が共にいることがもう明らかでした。あなたがね、雲の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱の中にあって、
私たちと一緒にね、私たちの前に立って進んでいることをですね、もう世界の国々の民は知っていたんですよ。もう神様のことを知ってました。イスラエルの民をカナンの地に導いている神様が先頭に立ってもう知ってたんですね。だけども、もしイスラエルの民がカナンの地に入らなかったらどうなりますか？異邦の民はあなたのことをどう思いますか？もう私これだけは許せませんよ。神様、主はね、このイスラエルの民を約束の地、カナンの地にね、導くと誓いましたよね。でももしそれが叶わなかったら、あなたは決して悪くないけれども、きっと異邦の民は、神様はやっぱり全知全能だと言っても無理なことがある。荒野でご自身が約束した民を撃ち殺す、なんとひどい神様だと、侮辱して侮ることでしょう。あなたのね、その清き皆が地に落ちてしまいます。もうこれだけは私は耐えられません。私はあなたを愛しています。主よ、どうぞあなたの御栄光が現れますように。また同じようにイスラエルの民も愛していますので、どうぞどうぞどうぞ彼らの罪を許してくださいと。これが鳥なしの祈りですよ。モーセは自分自身のですね、感情に、ね、負けて祈ってませんよ。自分の利益も考えてない、全部度外視して神様を愛し、神様のために、そしてイスラエルの民を愛し、イスラエルの民のためにひれ伏して必死になって鳥なしの祈りを続けました。ではなぜモーセがそれほどの祈りを捧げることができたのか、次見ていきますけども、鳥なしの祈りはですね、どこに根拠があるのか。これは御言葉に根拠が置いてあるんです、ね。何を根拠にモーセはこの鳥なしの祈りを捧げたのか、ここ一緒に読んでいきましょうか。17節から19節までね、14章3。はい。どうか今あなたが語られたように我が主の大きな力を表してください。あなたは言われました。主は怒るのに遅く恵み豊かであり、咎と背きの罪を許す。しかし罰け者を必ず罰し、父の咎を子に報い、三代四代に及ぼすと、この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。アーメン。素晴らしい鳥なしの祈りですね。モーセの鳥なしの祈りの根拠はここにありました。モーセは神様から聞かされていました。これ主ご自身が言われたんですね。主、私は怒るのに遅い、忍耐深い愛の神だ、恵み豊かです、恵み豊かであり、咎と背きを許すものだとモーセは聞いていました。これ御言葉ですね。ここを根拠にモーセは祈ったんですね。主よ、あなたは本当にね、忍耐深い愛の神様です。今に至るまで本当に耐え忍んでくださいました。どうかこの民、イスラエルのこの民の咎、罪、背きをですね、あなたの大きな恵みによって許してくださいと、御言葉に根拠を置いて祈ることができました。言い換えれば、神様のご性質に根拠を置いたんですね。それでこの祈りを捧げることができました。だからモーセは自分の正しさとか、ね、自分の愛とか、自分の忍耐深さとか、自分の憐れみを根拠に祈ったのではありません。モーセも私たちと同じ一人の罪人ですよ。確かに立派な人ですけども、モーセも自分のね、義、自分の正しさに根拠を置いて祈ったんじゃないんですね。神様が、ね、本当にこう忍耐深い神様でね、愛の神様、恵みの神様、すべての罪を許す神様です。主よ、どうぞこの御言葉の通り彼らを許してくださいと祈ることができました。私たちも同じですよ。もし私たちが自分の正しさとか、ね、自分の義とかね、自分の愛とか忍耐とか憐れみによって祈ろうとしたら、すぐに限界が来ます。でもイエス様、あなたはどのような罪も失敗も許してくださいます。
その人が本気で心から悔い改めるなら、すべての罪を許し、また新しい祝福を注いでくださいますから、イエス様の十字架の愛と許し、その前に私たちは出ていきます。そしてイエス様の十字架の愛と許しの前で、私たちは取りなすの祈りをすることができる。だから取りなしの祈り、今まで話してきたら少しそういうこと、何かこうね、特別な人がモーセだからとか、そんなね、特別なクリスチャン、スーパークリスチャンだけが取りなしの祈りを捧げると思ってしまうかもしれませんけども、イエス様を信じたクリスチャンは全て王なる祭司です。神様と人の間に立って、前の人々のことを取りなし祈るように神様は召されました。だからあなたは取りなし人です。そして神様はあなたが取りなし祈るのを喜び、そしてあなたが取りなしの祈りを捧げるとき感動するんですね。だから私たちはね、取りなしの祈りをこれからも捧げていきたいと思います。そして取りなしの祈りというのは、答えが出るまで祈り続ける祈りです。もしくは結果が見えるまでずっと祈り続けるんですね。途中でやめない、これが取りなしの祈り。一緒に読みましょうかね。3、はい、主は言われた、あなたの言葉通りに私は許す。しかし私が生きていて主の栄光が全地に満ちている以上、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印を見ながら、十度もこのように私を試み、私の声に聞き従わなかった者たちは誰一人私が彼らの父祖たちに誓った地を、ことはない。今日の御言葉はここまでです。主は答え出しました。モーセね、この御言葉、このね、答えが出るまできっと私はずっと祈ったと思うんですよね。もう許してくれるまで祈ります。許してくれるまで立ち上がりません。主は言われた、あなたの言葉通りに私は許す。本当に私もね、本当に答えが出るまで、もちろん全てに答えが出るとは限りませんよ。でも出ないからといって諦めない、何か兆しが見えるまで私は取りなしの祈りをしていきましょう。しかし私が生きていて主の栄光が全地に満ちている以上、神様は義なる神様です。私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印を見ながら、数々の主の御業を見ながらも、十度もこのように私を試み、私の声に聞き従わなかった者たちは誰一人、私が彼らの祖に誓った地、カナンの地を見ることはできない。カレブとヨシアは従いました。この二人は40年後、ね、アラノを取って40年後約束の地に入ることができましたけども、まあ、この時の20歳以上の者たちは、男性は約束の地に入ることはできませんでした。アラノをね、40年間旅することになるんですね、これから。この不信仰の上に、まあ、けれどもですね、それでよかったんですよ。この不信仰のままカナンの地に入ったら大変なことになったと思います、ね、神様っていうのは私たちの魂をね、大切にしてますよ。魂の救いの方が大切ですよ。彼ら荒野の40年間で、ね、本当にね、私って変えられたと思いますよ。本当に悔い改めてね、魂は引き上げられました、天にね。です、これも本当恵みですよ。でこのね、荒野の40年間ね、歩くんですけど、ここはね、また新しい世代の者たちが本当にもういろいろ信仰が鍛えられていくんですね。40年間もうみっちり鍛えられますよ。ほいで、もう本当に新しくなったね、信仰者たちね、イスラエルの民が今度はね、ヨシアを先頭に、あのヨシアとカレブを先頭に約束の地へと入っていくんですね。もう全ては恵みです。最後にですね、まあ、この取りなしの祈りについて今日お伝えしましたね。他者のために祈ること、そして自分の利益を度外視して祈ること、そしてですね、この、まあ、御言葉をですね、根拠、またイエス様のね、その愛と憐れみと許しを根拠にして祈ることと、最後ね、諦めずに結果が出るまで
祈りたいと思います。最後にね、今日一つ証しをしますけども、先日私はこの個人伝道訓練13週クリニックという EE ジャパンという、ね、受講、指導者コースを終えました。一応これを教えることができるというコースを学び終えたんですね。そこで宿題が出されました。だいたい4人から5人ぐらい、少なくとも伝道相手を見つけて福音を語ってください、習ったことを実践してください。もう分かってましたけど、やっぱり改めて言われるとドキッとくるんですね。でそれを名前を書き出してください。ちゃんと名前を書き出すね、紙もあるんですよ。名前書き出す、ね、宿題です。ちょっと私の心に恐れの心がやっぱり出てくるんですよね。やっぱり出てきますよ。いや、誰に伝えればいいのかな、断られたらどうしよう、ちょっと心傷つくなとかね。いやー、もしね、こんないきなりね伝えたら相手迷惑になるんじゃないかなって、やっぱりね時々顔出すんですよ。でもね、だから無理だからやっぱりやめときますって、やめてしまったら、私イスラエルの旅と同じですよ。カナンの地を目前にして、神様の祝福を目前にして逃げ帰ってしまうことになる。だから勇気を出しました。私はですね、救われて27年経ちました。両親のために祈ってきて救われました。そして兄弟のためにも祈ってきましたよ。お姉さんと弟がいます。それぞれ家族を持ってます。祈ってきました、福音が伝えられるように。救われて27年間、ちょっと恥ずかしい話ですけども、じっくり時間をかけて福音をしっかり語ったことはなかったです。ちょこっと一瞬語ったことありますよ。でもなかなかね、正月集まってもピザ食べながら寿司食べながらね、ちょっと聞いてくださいって福音語れなかったんですね。でも今回その機会が与えられました。もうそんな心があったとしても、ほんのちょっとの勇気を出して一歩踏み出してみました。そして LINE 送ったんですね、お姉さんと弟に。 EE を受講しました、宿題が出されました、お姉さんどうかこの宿題ってなってくれませんか、断られたらどうしよう、ね、だって兄弟だから、これから正月会うとき気まずくなるなと思うけども、でもね、すぐ返事来ましたよ。いいよって、すごい軽く返事が来ました。で今日の朝決まったんですね、今週の土曜日の11時からの時間が空いてるよ、ハレルヤ、主に感謝します。27年間祈り続けてきました。福音を伝える機会が与えられました。これからも祈り続けていきます。皆さんぜひね、祈ってください。私のために、今週の土曜日11時から姉に福音を語ります。ぜひ取りなしの祈りをお願いします。私も皆さんのために取りなしの祈りを続けていきます。そして毎週金曜日は皆さん名前を挙げて家族のために取りなし祈りをずっと続けてます。これからも続けます、結果が出るまで、答えが出るまで。もし何か皆さん祈りのリクエストがあったらぜひ教えてください。金曜祈り会で祈り続けていきます。それではお祈りをさせていただきます。愛する主よ、あなたは怒るのに遅く恵み豊かであり、咎と背きを許してくださるお方です。私は忙しく目まぐるしく回る時間の中にあって、自分の問題を祈ることだけに精一杯になってしまうこともありますけれども、私たちの周りには取りなしの祈りを必要としている方々がたくさんいます。どうかそのような人の代わりとなって、主イエス様、あなたの十字架の前に出ていき、取りなし祈るものとされますように。主の愛と恵み、救いの喜び、祝福が私たちの生活の中に、私たちの身の回りの中の人々に広がっていきますように、溢れていきますように。この祈りを主イエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それでは献金の時にしたいと思います。磯石さん、よろしくお願いします。緊急事態宣言中は賛美は控えさせていただきます。総額だけでよろしくお願いします。
リア天の父なる神様、このコロナの中でこうして礼拝に今日は参加できましたことをありがとうございます。感謝いたします。そして今日は鳥なしの祈りのことを、教えていただきました。この世界を生きていると現状を見たり自分の思いが一番になってしまい、そして自分勝手な祈りをしてしまうことが多々ありますが、イエス様、本当にあなた、まずあなたを見上げて、どう何を祈ったらいいのかっていうのをどうぞ主を教えてください。そしてあなた様からの答えがすぐに出なくてもどうか祈り続けていく忍耐を与えてください。主をありがとうございます。すぐには答えは出ないということはことをいつも分かっているのに、出なかったら祈るのを忘れてしまったり違う方向を向いてしまうことをどうかお許しください。あなただけを見上げ歩んでいくことができるように主をお守りください。尊いイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。お祈りを感謝します。それでは聖餐式に移させていただきます。皆さんお立ち上がりください。聖餐式は黙祷形式で行わさせていただきます。聖餐式は主と一つにされたことを記念して行う式です。洗礼を受けられた方はパンとうどん酒をお取りください。洗礼を受けられていない方のためには祝福のお祈りをさせていただきます。それではパンとぶどう酒の方をお配りください。よろしくお願いします。私の方で代表して御言葉を朗読させていただきます。もしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。しばらく主イエス様の前に静まり、自分自身を吟味する時間を持っていきましょう。聖餐式に集めてくださってありがとうございます。洗礼を受けた方もまだ受けられていない方も、
主イエス様、あなたの愛する民です。主、私たちを今日のこの聖餐式に招いてくださりありがとうございます。今日もイエス様、あなたの十字架の血潮によって全ての罪が清められ許されていることを心からありがとうございます。ただいまよりあなたの身体であるパンをいただき、あなたが十字架で流されたその血潮を受け取ります。主よ、どうぞこの聖餐式の中で今日もあなたと一つにされていることを覚え感謝します。主よ、今日ここに集われたお一人お一人の上に主の限りない祝福と恵みがあることを心から感謝し、この祈りを主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様の体であるパンをお取りください。私が代表して御言葉を朗読させていただきます。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。それではイエス様が十字架で流されたその血を示す葡萄酒をお取りください。御言葉を代表して朗読します。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。それでは最後に賛美を捧げます。どうぞマイクを着用して賛美を捧げていきましょう。させていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることを